高さん。はい、じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。柳川さんが今読書中ですけども、皆さん今日始まりました。イエス、都構想ということで、まあ前回は都構想の思い出話みたいなものをね、語らせていただいたんですけども、我々まあ東京都民であり、まあ東京都議会議員という経験してきた。そんなね、我々東京都から見た大阪都構想ってどうなのよっていう話をですね、そうですね、させていただきたいと思うんですけども、柳川さん、まあ、まあ結構ね、大阪以外の人は興味がないとか、ね、まあ都民は逆に言うと都が二つになるなんて嫌がってるんだとかですね、うん、まあそういうのもいろいろあるんですけども、柳川さん周りというか、まあご本人としても。まあ残念ながら東京の人は関心ないですよね。まあわかんないですよ、ね。それはないと思うし、うん、まあそれはそれでしょうがないなっていうふうに思うんですけど、ただ東京都民の人こそこれをね、注目してほしいんですよ。そうですね。なぜなら、東京都の抱えている問題、うん、都と区の問題ですね、うん、まあ、これ僕区議会議員もやってて都議会議員になったので、はい、一番如実に感じてきたんですけれども、うん、それを解決している一つのこう現れですよね、うん、一つの理想像がこの都構想だということなので、うん、まあ、そこをねやっぱりちょっと皆さん見ていただきたいんですよ ね、 そうですね。で今今回はコロナもあってやっぱ23区制度の限界というか、うん、まあ、結果というのがやっぱ見えてきて、例えばその東京都23区って人口がもう5万人から90万人までというの、うん、規模がバラバラ で、 で保健所機能とか各種持ってるんですけども、できるところとできないことってのがあって、うん、じゃあそれはなんか広域行政が面倒見ればいいっていうのはそういうわけでもなくて、やっぱり一個一個こうちゃんとやっていかないといけないと。そうですね。そうした中で、まあ、大阪都構想っていうのは今回4区で分かれるということで、人口のバランスとか、あと中核都市みたいになるところとかもすごくこう詳細に制度設計されていて、うん、これ今東京とかぶつかってる課題壁っていうのを乗り越えるモデルとして設計されているっていうのは、うん、ものすごくあるなと思うんですよね。そうですね、うん、だから特にだからその 税の配分の仕方ですよね、うん、だからまあ結局東京都と 区でやっている仕事の量としては、まあ、区の方が多いのかなっていう感じはしますけれども、はい、その財源の配分ね、だから特にこの大阪都構想を読んでいただけるとですね、ちゃんとこう書いてあるわけですけれども、東京55対45、うん、これ東京都と23区の配分の仕方ですよね、はい、でに対して大阪79対21ということなので、まあ、この分け方がですね、79が区分の方が多いってことですね。区の方が多いですね。ごめんなさい、だから55が23区か、だから区が権限が少なくて、あの市になりたがってるじゃないかみたいなことを言ってるんですけれども、うんうん、これはあの区でちゃんと税源と、うん、それから権限を落としていけばこれは解決できる、うん、そうですね、ことなんですよ、うん、だ権限が足りないからなんか市になりたがってるんじゃないかとかっていう話であって、うん、別に市という器が欲しいわけでもないんですよね、うん、だそれを解決していくのが今回の都構想ということになるんじゃないですか。そうですね、だからこう結構その児童相談所とかもね、今の区部が設置できなかったりとかなんかまあいろいろあって、まあ、今法律変わってできるようになったんですけども、うん、そういったのも5年前の時点から結構そういったところも先取りしてというか、そうですね、解決するアイデアも出されていましたし、結構このデマとして多いのが、あの今柳さん言ったように東京都の区も市になりたがってるんだみたいな、うん、でも本当一部の区長が、まあ、そういうこと言ってた時期はあったみたいなんですけども、まあ、今そういうことを本当に思ってる人って、まあ、いないですよね、まあ、いないですね、うん、それはまあできないというか、あのあんまり現実じゃないってことも分かってると思いますし、そうですね、逆にこの東京からもそれがもし大阪が成功すれば一個のモデルケースになるというので、まあ、まずそこはぜひご注目いただきたいなと。だからこの、ね、財政調整をね、はい、例えばあの東京の場合だったら港区とか、うん、要はそのめちゃくちゃ儲かってる区があるわけです。南北問題があって大阪って北の方が栄えてるのかな、でもまあ南もあるからあれですけども、東京ってねやっぱ 南の方の港区、千代田区、うん、あの辺がもう明らかにこう、まあ、城南地区で僕の住んでる方、そうなんですね、僕の城北地区っていう北区は地区、荒川区、この辺はねやっぱ所得も本当に、ね、はい、平均年収倍ぐらい違うし、もう土地の値段も全然違うので、うん、これをちゃんと均衡にしないと、うん、結構あの23区でも格差が広がってくるっていうこともあるんですけどね。さっき言ったように人口の問題もあるし、うん、その所得格差の問題もあるし、うん、だから税収の問題もあって、うん、そこをうまくどうやってこう配分して、うん、みんなで成り立っていくようにするのかっていうのが一つの大きなテーマで、でそれをあれですよ、だから4区はほとんど人口構成が何万人ですか。今回はね70万人前後でした。70万人前後ですね、だからそうすると大田区ぐらいですよね、そうですね、いや僕は大田区がね、あのベストだと思ってる、うん、だからベストじゃないですか、そうですね、それぐらいの区の規模だったらやっぱりちゃんと住民自治ということでね、うん、住民の皆さんの意見も区長はちゃんと吸い上げることができますよ、うんうん、ただ問題はじゃあその吸い上げるために、うん、区議会議員が例えば大田区で言えば50人いるんですよ、50人ねえ、50人すごいですよね、50人でもそれあれでしょ、そういった部分は、うん、あの
議員を増やさないというところの中で、そういったことも解決してるわけですよね。だから今、市会議員で80何名とかじゃないですか、100名いないという中で、それは4区に分かれると、20何名だ。すごい。多分これをまで標準にした方がいいと思うんですよ。うち、ん、北区だって35万人ぐらいしかいないんですけども、やっぱ40人弱いるんですよ、ね。35万人で40人ぐらい。だから38名とか。1万人に1人ぐらいです。1万人に1人ぐらいなんですよね。でも多分そんないらなくて、うん、まあもちろん民意を代表するって吸い上げるとあるんですけども、うん、でもこれ大阪がやっぱ70万人とかの規模で、20人とかで十分回せるということが確立されれば、やっぱ全国に発生していくと思うんですよね。そうですね。でも全然回せますね。僕は区議会でやってた、うん、あの感触からすると。だから同じちっちゃなエリアにやっぱり 5,6 人いるわけですよ、うん、そうですね。ちっちゃなエリアそう町内会で2人派閥があるとかそういう話になってだからそれもね、うん、偏った民そうだなちょっとこうなんか民の吸い上げ方がちょっとこう複雑になっちゃってるなっていうところもあるんで、うん、だからそれは20人か、うん、20人ね、うん、やっぱ相当コストは減ります、ね、そうですね議会にかかるコストも減るし、そういったあの行政に関するコストもかなり減るんじゃないですかね、うん、いやこの辺はすごくねあの楽しみなポテンシャルとして楽しみであるという違いがあるということと、うん、